え皆さんこんこにちは今日はあの立ち見の方もたくさんいるようでこういう機会をいただきましてありがとうございます。ちょっと最初の断のらせていただきますけどあの昨日僕はあの自転車で大こけしましてですね全身傷パッドで止血十何箇所止血してる状態であの喋ってる途中でこの辺プチッといって血が噴き出したらあの申し訳ないです。一回晴らせていただきますので で今日はあの図書館職員の社会的地位の向上と図書館改革を目指すということで最初あの私依頼を受けた時にはあの私あの図書館と地域を結ぶ協議会の代表の太田剛といいます、まあ、慶応大学でも講師をやってますけどもあの基調講演と次の、えー、パネルディスカッションのコーディネーションっていう話をいただきましてただ私はあの 図書館と地域を結ぶ協議会ってあのただの任意団体の小さな小さな会ですし図書館会では、まあ、あの全国で20カ所ぐらいで今図書館作ったり図書館のリニューアルとかあのお仕事させていただいてますけど全然あの門外観というか何て言うんですかね専門家ではないのでいくらなんでもあの失礼であろうとこういうところに立つのはね。っていうので ただ今図書館会の問題についてまあさっきあの劉事務局長からお話がありましたようにあの図書館議員連盟の公共図書館プロジェクトで事務局長をやらせていただいたりしてたもんですからまあ多少はあの関わっているものでなのでまあお引き受けするとしたら今一番図書館問題で話したいお二人を読んで。 呼んで定談っていう形だったらぜひ深く話したいっていうことで今回基調講演とかパネルディスカッションではなく定談という形にしていただきました。でそういう意味で今日え島田さんはあの瀬戸内 図図書館私立図書館館館立立のち上げから館長その前もずっと図書館畑にいらっしゃって今大学で図書館学を教えていらっしゃる研究もされてる、まあ、論文もすごくたくさん書いていらっしゃる方でもうまさに図書館界の王道というんですかね。で今あのいろんなところでフェイスブックなんかでもいろんなああ 語りをなされていて主張をなされている中で僕は今一番信頼を受けるというのかなあのあこの考え方は素晴らしいなっていつも思わせていただいている方ですで荒井さんは僕はあの後でちょっとお話ししますけど図書館に関わり始めたのは北海道の幕別町が始まりでで今も北海道の新しい図書館 作りに関わらせてていいただいてるんですけどもその中でご縁があってまあ北海道 NPO っていう立場で北海道ブックシェアリングっていうまあ聞けば聞くほど今全国でも指折りの図書館の行政が厳しい状態にあるのは北海道なんですけどもそこでこう歯をくじばって。 えー、特に学校図書館を支える活動をずっとやってらっしゃるでもう、えー、北海道の図書館事情については非常に詳しい特に現場にまさに配つくばって図書館を支えてらっしゃるということで、えー、新井さんをお招きして、まあ、この2人だったらじっくり話したいなということで今日、えー、こういう形こういう場を設けさせていただきました。 で最初それぞれ3人とも立場が違うもんですからあのそれぞれのまあ問題意識っていうんですかねえどういう今の図書館会の見方をしてらっしゃるかっていうのをまあ10分から15分ぐらいずつえ紹介させていただいてその後あの3人でいろいろな問題点やこれからのあり方を深掘りできたらいいかなと思ってます。じゃあえとあさんか はい、お願いします。えー、荒井です。えっ、ー、と後ろの方まで聞こえますでしょうか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます、えー、一般社団法人北海道ブックシェアリング代表理事の新井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とお手元の資料の中でですね。このパワーポのすり出しですね。北海道の読書環境に関する現状報告というですね、えー、こちらを見ながら説明していきます。 まあワーストに近い報告なんですけれどもただまああの北海道の特殊事情だろうとか北海道の特有の問題だろうというふうに捉えてしまうとですね、えー、これをシューティングしないとですね日本全体の学びに対する危惧もです、ねえー、生じてくるであろうということで、えー、今日はですねフォーラムのテーマであります「図書館職員の社会的地位の向上と図書館改革」。 こちらに向けててての問題提提起あるいいはです、ね、情報報供としてです、ねえー、状況を報告させていただきます、えー、お手元の、ね、ペーパーの下の段ですね、私がどういう立ち位置あるいは視点から報告するかということで、そこに記しております。えー、うちの団体についてはです、ね、2008年に設立しました、道内の読書環境の整備支援を目的に、教育と図書の関係者で発足した NPO です。 趣旨は誰もが格差のない読書機会を享受できる社会にとまあ、要するに格差のない読書機会を享受できてないんですね現状はですね、えー、どういう活動をしているかというとまず読み終えた本の再活用による図書施設の整備支援こちらちょっといたしかゆしなんですね本来は自治体なり機関なり 団体なりがちゃんと図書予算を確保して新刊を購入して整備するというのがもう本筋ですけれどもなかなかあの苦しい部分もありまして、えー、切ない思いをしながら一番はやっておりますで2番こちらは今主軸にしております学校図書館や公共図書館に対するアドバイザー講師の派遣ですねでよく聞かれるのがですね国内にこういう類似の NPO ってあるんですかってよく聞かれるんですけどもこれはないんですね。 えー、あえて類似のものを言うとイギリスのブックトラストという団体がそうなんですけど、まあ、そちらの方はもう,もうそろそろ100年の歴史になりますのでだいぶ老舗になります国内でもですから危有な団体でございます2023年度、えー、主たる活動ですね、えー、主なものをピックアップしておりますけども図書の提供再活用図書の提供3100冊24施設これは主にうちのボランティア会の方で 活動していただいてます。下の三つが私の担当です。学校図書館へのアドバイザー派遣、自治体などへの講師派遣、子どもの読書環境推進計画の策定支援などなどを行っております、えー。アドバイザー派遣、学校のアドバイザー派遣、内容はもう様々です。本当にあのケーススタディとしてですね、二十二個全部挙げたいぐらいですね。まあ様々な悩みがあります。まあ悩みがあるから呼ばれるわけなんですけどね。で次のページ行きましてですね。 1一枚めくりましてでは北海道についてどういう状況であるかということでですねこれがあの読書環境のワーストレベルの背景の一端ともなっておりますしょうがないんですけどね自治体数179市町村あります国内総数が1718で平均が36.5ですからまあ5倍ぐらいあるわけですね自治体数がでそのうち小規模自治体数総務省の言う人口1万人未満のですね小規模自治体が 百二十四町村でうち八十七が五千人未満ということで、ですから半分以上が五千人未満の自治体です。で面積です。香川県の四十四倍あります北海道は、東京都の三十八倍あります。えーますえー、でも道庁は一つしかないんですね。同、えー、立図書館も一つしかありません。まあ道庁は振興局という十四の出先機関がありますけど、同立図書館は分館が一つもないということでね。 え香川県の44倍でどうやってやっていくんだろうというねやっぱり皆さんえ非常に心配になるところなんですけどもちなみに私の出身地であります北見市ねこれあのカーリングで有名なロコ・ソラーレのですね本拠地でもありますえ藤沢さつきさん私の高校の後輩なんですけどこの北見市とそれから松山千春さんの出身地の足寄町まあ鈴木宗男さんでもいいんですけれどもえこちらの北見市と足寄町を足すと大阪府の1.5倍の面積になると。 大大阪阪市じゃなないんですよ大阪府の倍なんでですすよ府の倍私のとこと松山さんとこ一緒になればですね大阪府の1.5倍になってしまうというですねで公共図書館の設置率が50.7%国内平均が58.7%ですから、まあ、だいぶ低いんですけどね無所店自治体が42.5%なんですけれども先ほどお話しましたとおり市町村の平均面積がそもそも国内平均の2倍以上と考えると図書や図書施設までの距離やアクセスという視点で見るとですね 極めてただですね公共図書館というのは住民や議会首長の意向で設置しますし設置しなくても罰則義務はありません公共図書館が街にないからといって罰則はないですそれから書店についても出店退店はこれはマーケットの事情です退店しなかった明日からといってペナルティも別にありませんところが学校図書館というのは 学校図書館法という法法がありますで学校図書館法というのは教育基本法の第1条に規定されておりますし学校教育法というのは教育基本法の第6条の中にあります。そして学校あ教育基本法の第60というのは憲法ののの第第60 26いうは憲条なんですですから北海道では憲法に抵触するような状況がずっと続いているしこれからも続くしさらに抵触していくんじゃないかという危惧の中にいると思っていただいていいと思います。 その学校図書館の状況を下の段に載せております。えー、まず人ですね。学校所の配置状況。学校内は全国平均です。えー、全国平均が69.1%の配置状況ですけども、小学校が24.8%です、北海道は。全国ワースト3位です。中学校は33.9%、全国平均は65.9%、全国ワースト8位。高校は、全国平均が66.4%に対して、 6.2%これ全国ワースト2とかそういう問題じゃないですよねワーストの話じゃないです今高校の学校支障配置っていうのはですね31の都府県が90%以上100%なんですあ、22都府県が100%なんでその中にあって6.2%というねで試しに札幌を除いてみますと小学校の方は実はちょっと上がるんですなぜかというと札幌市は一つの学校にも支障を置いてないからです 札幌市というのは小学校には一人の師匠も置いてませんです,かですから札幌市を除くとちょっと数字上がるんですね逆に中学校は札幌市は全員置いてますんで中学校は札幌市を除くと23.4%というかなり深刻な状況になります全国平均が65.9%にして23.4%ですね高校はさらに悲惨です4.7%になってしまいますからね、えー、これが学校師匠の配置状況です 1> で次1枚めくりまして今日のテーマにも大きく関わってくる雇用形態ですね、えー、札幌市分を除いてあります北海道内現在札幌あ学校総数が学校が小学校が728校常勤が12名しかおりません非常勤246人中学校440校あります今道内に常勤3人3人です名前が挙がるぐらいのレベルですね非常勤が113人 高校は常勤20人と多いんですけども非常勤が0人です213校あってで僕次が問題だと思うんですけども特別支援義務教育中等教育こちらですね117校同年やんですけれども常勤1人の非常勤9人合わせて10人しかおらないわけなんですねいかにこの雇用自体が遅れているか雇用の条件ですとか えー、福利厚生の問題ももちろんあろうことなんですけれどもそもそも雇用がなされていないというこの現状です。でその下の段はですね昨年、えー、話題になりました学校図書費です、ね、今日はまあ出版社の方もね多くいらっしゃってますんでここら辺のところ非常にですね、えー、シビアな課題として捉えられてると思うんですけども読売新聞のオンラインで学校図書購入費が57%しか使われずということでね えー、そもそもです、ね、学校教材費というのは今一般財源化されておりますので、えー、自治体がです、ね、ハンドリングするようになっておりますので、えー、57%しか使ってなかったところ行って、えー、43%分のペナルティがあるかといったら別にないわけですそれは自治体がハンドリングするわけなんですけどもこちらが北海道の場合はこれは2007年だいぶ昔に文科省さんが調べたものですね北海道45.7%。 え中学校40.8%やっぱりだいぶ低いんですねともに全国ワースト2位ですところがですねそれ以降私ちょいちょい調べたところですね30%台の年もあるんですねで決してよくはなっていないという状況になっておりますはいえー教材費の話はまた後でちょっとちらっとしますけれども1枚めくってですね実際に私がまあ学校を回りますということでまあ えー、学校図書館のない学校もあると、もうですね、根拠法があるのに、この時代ですね、おととしですかね、この話をちょっとしましたら、共同通信社がです、ね、潜入取材やってましたけれどもね、えー、あると、図書を10年以上購入しない学校もあるということです、ちょっと唖然としてる、下の段はさらに唖然としてる私なんですけれども、えー、これは常に閉まっている学校図書館です、特別なことがない限り、常に閉まっている学校図書館もある。 年に数回しか開かない学校図書館があるわけですね。で贈書点検は10年以上実施しないという学校図書館も珍しくないというですねまあちょっとびっくりします次めくって頂い,いて、えー、上の段ですね週に数人しか生徒が来ない学校図書館もある担当以外の教員は週に一人もない学校図書館も珍しくないという状況です。 で次ですよ教育長に呼ばれて僕がアドバイスに行っているのにうちの図書館は見ないでいいですからとですね教頭先生に拒まれるんですねよっぽど見せたくないんでしょうねいやあの僕教育長に呼ばれて全校見るように言われてるんですけどうちは結構です教頭先生がですね入り口で操選をするんですねまあどういう学校図書館だかもうなんか想像がつきそうなんですけれどただですね これ学校や教育委員会や自治体に悪意があるわけでもないし決して愚かだからそうなっているというわけじゃないんですわかると思いますけどもこれがあの現代のっていうか現在の学校図書館のあり方について情報がきちんと行き届いていないんですね話を聞くと本当にそうです昭和のイメージ本の好きな児童と生徒だけは来るだろうみたいな本当はそれのイメージも間違ってるんですよその昭和のイメージも本当は間違ってるんですけれどもその間違ったイメージでもって学校図書館の運営がなされているということです ですすがねその下の下段にありますえ文科省が静岡大学にね委託した調査の結果のなんですけども読書好きな児童生徒ほど教科の学力が高い科目学力層領域説問形式にいわずこの傾向を確認できるという意味でこれは非常に強固な傾向であると言えるとこの強固さが確認できたことは今回の調査研究における重要な知見の一つで考えると非常に念押しをしております。要するに読書活動のの有無というのは 児童生徒の学業のみならず就職ですとか家庭生活ですとか人生一般を左右する問題であるとそこに紐づいてるんだということを出されておりますそれに基づいて国の方針文科省の方針が出されてるんですけども北海道に聞くといつもにかそれが断ち切れてしまうということですねはいえ次のページめくって頂い,いてですね これが、まあえー、こここれれに尽きるのかなとと思うところです、えー、これはあの私どもの会が2012年に行った調査です。道内の札幌を除く、えー、公立の小中学校全校にアンケートを出しまして約56.5% 56. か,から回答を得ました。総合的に見て機構の学校図書館の充実とは要するに 人生を左右する学業を左右するような拠点である学校図書館がどのような状況にあるかと十分に足りているのが小学校1.2%最初12%の間違いかなと思ったら1.2%なんです中学校は2.3%しかもこれ回答しようという意欲のある学校でこれですからそもそもさっきの教頭先生が当選簿するような学校は返信すらしませんからおそらくは全体で見ると 小学校は1%を切るし中学校は2%を切ると思われます。でその下ですね具体的に見ますと学校図書館を公務文書のどこに位置づけているとこれは学校関係者じゃないとちょっと分かりづらいんですけれどもえと学校には公務文書というものがあります組織の中でですねそれぞれ役割分担があるんですけども学校図書館これ載ってないんですそもそも。 えー、学校図書書館の位置がいいてないんですねさああどこにあるかと僕これ結構いろんな学校で聞くんですけれども、えー、これは管理部の中の施設管理に置いてるところが割と多いんですね公務文書ででもそれじゃあ全然だめなんです、えー、2016の、ね、年のですね学校図書館ガイドラインには全然のっとってない話なんですねこれは少なくとも教務部 本来通りででいいけば公務部会に置かないとならなとらす学校図書館というのは教務にも指導にも研究にも管理にも関わりますし PTA も関わってきますんで本来は公務部会のところに学校図書館を置かんとならないのがいつの間にか管理部の施設管理備品管理の中になっているということです。そもそも校長先生が学校図書館であるということを認識しているかどうかということなんですね。それを踏まえててての文章ととして取り扱っているかという話なんです で次のページに行きます、えー、上の段が先ほどちょっとお話ししました、教材費の一般財源化ですね、地方交付税措置になったのが1985年です。で、1995年ぐらいを境にですね、予算措置率がもうものの見事に右肩下がりです。ねえー、先ほどお話し,しました通りですね、えー、読売新聞などなどで報道で、全国で57%、北海道は30%から40%台で推移しているこの状況。 でイギリスはですね地域間の教育の格差の是正や教育水準の向上を目的に2006年、えー、学校教育費全てですあ教材費だけでないです全てが国庫負担となりましたこれをやったのはトニー・ブレアさんですね、えー「私に政策を3つ聞いてほしい教育教育教育だ」と言った方です、えー、その方が、えー、やっぱり日本と同じ状況になっていた一般財源化の地方交付税措置を えー、もう一回国庫負担にしてですね、えー、やり直しておるということなんですねところが日本は今逆にですね人件費も一般財源化の割合を多くするという議論になっておりますんでちょっと今ですねイギリスとは逆の方向で充実しない方向に行っているという感じですはいその下です、えー、と学校図書館の現状に関する調査というのを文科省さんはやっておられます 以前は毎年やってたんですが2年おきになりまして3年おきになりまして今5年おきにやってるんですけれどもえ人的整備と物的整備と読書活動の状況3つについてえ調べております。でまあ人的整備は先ほどね出ておりましたけど物的整備の中でですねちょっと悩ましいのがですね北海道の場合この学校図書館図書標準の達成率のこの調査がですね逆効果を生んでいると。 実はこの学校図書館の現状に関する調査っていうのはその中で子どもたちの不読不読っていうのは月に一冊も本を読まないことですね。それと相関関係にあるのが学校図書標準の達成だということでですねあるんですよ。ところがこれ相関関係ですから因果関係じゃないんですね。 で北海道では図書標準に達するまで学校図書の廃棄を禁じるというですねおよそ信じがたい自治体が少なくとも5つあります。もっとあるでしょうおそらく10以上あると思います。これ相関関関係係ををわざと因果関係にしてしかも因果果ににしししててかも逆るんですねこれ付読が少ない学校というのは要するに子どもたちがよく読む学校というのはもともと学校図書館が充実してるんであって。 図書が多ければ不読が少なくななくるいいう話ではないんではんすこういったですね御用なんですかねそれとも何、えー、て言ったらいいんでしょうか便宜的に行われてるんですかねこういう自治体も少なくとも5つ以上ありますでここまでで私のお話でですね人的配置と図書と図書予算についてですねお話をしてきましたで何が一番一丁目一番地かというと人ですやはり。というのはあの人がいれば 図書ががさくてもいいのか、施設ががさくてもいいのか、運用がずさんでもいいのかということにならないんです。人がいないと、図書の整備も、それから本あの設備の整備も、それから運用も進まないというのが実際にあるわけです。専門員の待遇ですとか、処遇、こちらが非常にやっぱり重要だと思います。これ、参考になるかどうかわかんないんですけど、先日ですね、先日というか、ちょっと前ですね。 ある高校の司書さんが私のところに相談に来ました。ちょっと困ってることが起きてます。大変困ってることが起きてます。どうしましたかあの今度図書館建て替えるんですよ。あ,あいいですね。ってってねで書家を、書棚ですね、本棚をニトリの書家にするって理事長が言ってるんです。いや、それはないでしょう。いや、本当なんです。もう見積もりまで取ってます。やっぱり唖然とするわけですまあ、あぜとされない方もこの中にいらっしゃると思うんですけど、別に家庭で使う分にはニトリの書家は全然構いません。 あの別に問題ないんですけれども学校図書館とか図書館で専門の棚をつかないと半年からだいたい3年も持たないですで、持つも持たないも重要なんですけれども学校図書館とか図書館というのはそもそも棚の入れ替えですとか棚の配置が一のは10年20年はしないもんなんです利用者の便宜性ですとかコレクション計画ですとかさまざまな考えてだからどこの図書館も学校図書館も 木原さんの専門的な図書あの書家を入れるんですね30年とか50年とかそれ以上持つものを当然のように入れるわけですですので専門院の図書の専門院の意見ですとか考え方これをよく飲み込んでもらえるような状況を作っていくのが大事なのかなということに思いますですので今日のこれからのお話に繋がっていくですね 社会的地位の向上と図書館改革まさにつながっていくお話なんじゃないかなと思っております私の方から北海道の読書環境に関する現状報告をさせていただきましたご清聴ありがとうございますはいありがとうございますあの今おっしゃった学校図書館図書標準の問題ってあの北海道だけじゃなくてこれ全国そうですよね僕もよくあの学校図書室のあの本の選書 見てくれって言われて学校行くんですけども。まあ日本中どこの学校行っても大概半分。できれば7割捨てろって言いますよね。そんな色の合せたボロボロの埃臭い開いたらくしゃみの止まんないような本が7割詰まってる。図書室に誰が行きますか？っていう状況がものすごく多いです。じゃあなんでっていうとこの？図書標準。 を守るために本は捨てないっていうこれは相当僕は問題だといつも思ってるんですけどもねあと僕があのお手伝いしてる北海道の図書館であの資料費がないんで生徒会が生徒会費でワンピース全館買って図書館に入れたっていう学校はありましたけどねまあ,あの学校の資料費の情けない金額たるや ひどいところが多いですけどね。じゃあ次島田さんの方から。はい、はい、ええー、皆さん改めましてよろしくお願いします。京都立花大学の島田と申します。あの、私の方も今日こちら皆さんにお配りいただいております。あの pdf ああ、あのパワーポイントのですね、えー。抜きずりの方からお話を進めてまいりたいと思います。で、まずえ1ページ目の下のスライドですけれども、現在の図書館動向についてということでございます。 で先ほど新井さんからもあの職員の問題がありましたがあの集中改革プランというです、ねえー、総務省からの地方交付税交付金がまあ減っていくという中で,です、ねえー、一般財源でその 職員の手当てする部分が苦しくなるということで、まあ、あの通知行政ということで,です、ね、職員に行ってこの数を減らしていくというようなことが方向付けであったと、まあ、そういうことがありましてです、ね、これが2005年からこの政策が始まるわけですが令和4年現在です、ね、280万3664人で,です、ね、ピークから比べて48万人減少したということであります。 でまあ、こうやって正規職員であるあの公務員、地方公務員が減っていくとです、ね、まあ、ただ、仕事はある、必要な仕事はあるわけですので、まあ、あの非正規の職員の比率が上がっていくということになりますあのスライドにあの文字はないんですけれども、2020年のですね総務省の調査によりますと、地方公務員全体で29%が非正規職員の方であると。 でとわれわれの暮らしに最も密着している市区町村の、えー、地方公務員においてはです、ね、40%というです、ね、ちょっと信じられない4割が非正規の方だと、えー、民間企業のです、ね、非正規職員率というのが36%ということですので,ので,です、ね、公務労働現場の方が非正規率が高くなっていると。 であの会計年度職員の方の76.6%が女性であるという観点からするとこれはジェンダーの問題としても非常に課題かなというふうに思います。でページをめくっていただきましてあの図書館のです、ね、職員数、これは全職員ですね、それから司書・司書法。 といいった専門的職員の数でございます先ほど、文部科学省の高木課長の方からですね、詳しいご説明があったので、えーまあ、私の方からあまり細かいことは申し上げないでおこうと思うんですが、まあ、先ほどご覧いただいたように、正規公務員は減っていくけれども、まあ、図書館の数というのはですね、ずっとこの社会的な要請もあって、関数が増え、まあ、職員も増えているわけですね。しかし、青い色のところ、正規職員の比率は、職員全体でも、また専門職、 の処法においてもですね減り続けているという状況があります。 でえー、次をめくっていただきまして、えー、現代図書館の動向について続きですけども、まあ、もう一つあの国の政策としてこれも総務省の政策ですけども公共施設と総合管理計画というものが、えー、ありまして、えーまあ、50年代から60年代にです、ねまあ、一斉に、えー、全国でこのインフラ整備が始まったもの、まあ、こういったものが老朽化してです、ねえーまあ、建て替えや修繕ということが出てくる中で,です、ねまあ、こういったものを今のです、ね、経済状況上 京とですね、税収の中で同じような数で管理していくことはまあ難しいであろうという状況の中で,です、ねまあ、総面積を減らしていこうと。 ま、例えばですね、施設の複合化、融合化ということでですね、え、統廃合をする、あるいは長寿命化を図るというようなことで、今全国の自治体でですね、建物建て替えに際して、例えば市役所と図書館の複合施設、市民会館といった文化ホールや図書館公民館の融合施設というようなことが出ております。また同時にですね、図書館も拠点化を図る中で、地域文化、文室といったですね、身近な図書館、 こうういいったもものを合す、ね、廃をするという動きも進んでおります、まあ、そういったことで下のスライドにありますようにこういった自治体のです、ね、公共図書館の、まあ、いわば縮小計画に対してです、ね、各地で反対行動が起こっている市民の皆さんが反対の声を上げているという状況があります。 次のページをめくっていただきますと図書館の数が増えているということをお示ししておりますが下のですね7と書いておりますグラフ棒グラフですけどもオレンジ色の部分ですねこちら58.1と書いてますが町と村においてはですねまだ4割程度図書館のない自治体があるということについてこのグラフで皆さんにもご確認をいただければと思います。 またですね、えー、次のページですが図書館の貸し出し者数がですね2011年をピークに今減り続けていると、まあ、特に2020年はのコロナ禍によりですね、まあ、図書館が緊急事態宣言の折に、えー、休館をせざるを得なかったという状況もありですねあの貸し出しが減ったという要素もありますが、まあ、それ以上に下のですね、えー、グラフです。 図書館にですねえ対する予算が減っている、とりわけ資料購入費が減っているということでですね。 え資料が減ると、やはり市民の皆さん、図書館に魅力を感じることができず、利用が減るということがあります。図書館費は、すみません、先ほど減ったと言いましたが、一応増えている、これはの図書館数が増えておりますので、そういったですね投資的な経費としては増えているという状況ですね。ただ、資料購入費は減っているという状況であります。ままたた次ページをめくってていただきまして 次にです、ね、図書館を取り巻く経営環境の変化ということで、2020年からです、ね、会計年度任用職員制度ということが始まりました。これについてはです、ね、政府の働き方改革政策の中で,です、ね、同一労働、同一賃金というものを目指すという、まあ、そういったです、ねえー、趣旨のもと、制度設計がされたということだったのですがです、ね、 えーまあ、実際はこのフルタイム型パートタイム型それぞれです、ね、勤務時間が違いますので、えーまあ、それに対してのこの、えー、手当等のです、ねまあ、タイミングが違うわけですけれども2020年度の調査ではです、ね、9割近くがパートタイム型の採用であったということが言われています。まままたた、ね、会見年年度度ごととにです、ねあのえーまあ、更新と言いましょうか、えーま、た次の年度 え、継続して仕事をしていただくということになるんですが、え、これを。 期間が5年を超えるとです、ねえー、雇用継続の期待感というものが生じること、まあ、裁判上で、まあ、こういったです、ねえー、ことが明確になっているためにです、ねまあ、自治体としてはあの経費削減の観点からです、ねえーまあ、この継続雇用というものをあまりこうあのし,したくないというまあ背景があってです、ねえーまあ、これあの実は総務省もです、ね、令和5年にあの通知を出してましてですね あの更新手続きについては必ずしも公募試験をする必要があるわけではないと公平性の観点にも鑑みつつですねその職員の方の勤務のですね評価まあそういったことからですね継続雇用というものをまああの決めて適切に措置されたいということを通知されているんですけれどもまあ自治体のまあ台所事象ということもあるのでしょうかまあ実際にはですねえまあ採用試験 という形でですね長く勤務している方が雇用止めに遭うというまあ、こういう現実が起こっているということがございますそれからその下ですね指定管理者制度の導入状況ということでありますこれは2021年の社会教育調査の数字ですがまず最初は図書館の数ですね図書館数のベースでは導入管の比率が20.9%と。下の方はですね 導入した自治体のですね比率なんですけども図書館のあるですね設置自治体1347に対しても300を超えたということでになっておりますで実はあの社会教育施設の中で大体いい10年ぐらいのスパンで指定管理者に変えていく指定管理者を導入していくその増加率がですね実は図書館が一番激しく 伸びていいるという状況がありますこれがどういう事情なのか、ぜひあの分析が必要だと思うんですけれども、えー、一方で,です、ね、先ほど新井さんからもあのイギリスの事情がありましたが、イギリスといいますと、あのご承知のように、ニューパブリックマネジメント、まあ、日本がです、ね、そのお手本にした国であります、サッチャー政権時代にです、ね、いわゆるイギリス病を克服しようということで、えー、まあ公共的なサービスをです、ね、まあ、民間の手法を取り入れるという、いわゆるアウトソーシングが起こりました。 しかし現在ではですね、実はイギリスにおいてインソーシング政策が進んでいますアウトソーシングによる諸問題を改善するために民営化した行政サービスを公営化していくという取り組みが実はイギリスで進行しています次のページを見ていただきますとなぜそういったインソーシングアウトソーシングした公営サービスを再び直営、公営化するかという理由ですけれども 高いものはです、ね、イギリスサービスの効率性を改善する必要性があるということ次に理由として高いものがサービスの質を改善する必要性さらに財政緊縮予算外部契約に基づく質を削減する必要性があるとういう理由が挙がっておりますでこの調査を行ったです、ね、南山大学の榊原先生によりますと指定管理というものが民間で進む中で、まあ、河川化が進み その中で質の低下あるいはコストの高止まりが起こっているというようなことが指摘されておりますまた契約に関するコストですねこれはまあ事務的なコストですまた運営が始まってからもモニタリングするといったです、ね、こういった人的コスト事務コストについても指摘がなされておりますでインソーシングを図った長所としてはより大きな柔軟性が生まれる質の改善が図られる サービスのよりり簡略なな管理が行えるとということになっております、えー、そもそもその民間のノウハウを生かしてですね、えー、公営サービス公共サービスの質を上げようということだったわけですがやはり使用消化器契約を締結しそれをい、えーまあ、わばですね、えー、制約施設に基づいてモニタリングするという、まあ、こういった中でですね、まあ、事業の硬直性、まあ、柔軟に対応していくということが、えー、難しくなっている。 また先ほど申し上げたような河川化による質の低下、これを改善したい。あるいはサービスをですね、管理する際にも、例えば日本の自治体においても、え、ー そういったですね図書館管理課という部門ができてモニタリングを専門に行う部署なんかがあるということなんですがまあこれがですね公営化することによってまあいわゆるその公務員がですね直接的にサービスを行うということによってそういった管理コストが不要になるとこういったことが挙げられております次に3現代の図書館政策の動向です 1970年に市民の図書館というですね、本が日本図書館協会から出ましてから、より身近な利用ができる図書館というのを目指してきました。その象徴が貸し出しサービスであったわけですが、90年代からですね、図書館の設計思想も変わってきまして、もちろん貸し出しも重要であるけれども、滞在して読書を楽しむ あるいは自学自習をするといったことですね。これはまあそれぞれの住宅事情がですね、なかなか厳しい状況の中で居場所ということ、また本をに親しんだりですね、何か調べ物をするといった空間性も重要であるということになってまいりました。一方で2000年代以降ですね、いわゆる新自由主義による自己判断自己責任論というものが台頭する中でですね、まあこれに。 社会教育施策としてですね市民国民にですね自らそういった自己判断するための学習条件というのを充実させようと、まあ、これはあの90年代後半から地方文献自治体合併というものが出ていく中でですねこれまでいわゆるご相選談方式のように国の政策を地方がですね、まあ、なぞっていればよいといったですね欧米諸国に対するキャッチアップの時代から え、成熟社会を迎えてですね、政策形成能力を自治体が自ら身につけなければならない。まあそういったですね、要請の中で、え、図書館の充実ということが要請されてまいりました。え、一般社会においてもですね、え、いわゆる課題解決型図書館ということ、え、市民の皆さんそれぞれが暮らしや仕事、また自分の人生、え、ライフプランを るとといったことも含めてですね自ら考えそして選択をするまあそういった時にこれからの図書館というのが重要であろうということで文部科学省からこれからの図書館像地域を支える情報拠点を目指してという政策文書が2006年に出ておりますまた2001年については子どもたちの不独立に対するですね懸念ということもあり子どもの読書活動の推進に関する法律ができた生きる力としての読書と,といったことこの環境整備を国に そして自治体さらには国民も施策として行っていこうということがありました次のページになりますが今度は法改正で社会教育施設というものがですね首長部局においても管理運営できるようにというような法改正がなされましたここのの法律の改正に期待されたことは とりわけ文化財というものが観光資源になるそういった中で,ですね外部から人に来ていただく産業振興にですね期待ができるということで教育文化を所管する教育委員会だけでなく総合行政として首長部局で運営ができるという選択肢をですね えー、法的に整備するべきではないかと、まあ、こういった議論の中でで、えー、改正されたものです、まあこのすこ議論の中ではです、ね、中教審の生涯学習分科会において、首長部局によるです、ね、社会教育施設の運営について、政治的中立性をいかに担保するかというようなことが議論となっておりました。えー、次に4点目、えーまあ、これからの図書館改革の方向性ということで、まあ、ここからはあの私の方からの提案ということになります。 え図書館というものがですね、ああいわゆる社会的共通資本としての顧問、皆さんにとって大事なものだと、これをですねケアという概念で大切にしていくことはできないだろうかと考えております。ミニシ,ミミニシパリズムということばがですねえ出ておりますま、地域主権主義ですとか、自治体主義というふうに翻訳されています。 まあ、そもそも憲法92条のです、ね、地方自治の本詞の中で団体自治と住民自治ということがございます。まあ、これはあの間接民主主義ということでですね、公、えー、選で選ばれた市長や議会の皆さんが、えー、自治体の民主主義をけ、ねえー、牽引するということがあったわけですが、まあ、市民の直接的な政治参加ということも、もちろん、えー、制度的にもです、ね、投票条例などが提起できるということで根付いているわけですが、これをもっとふだんの生活レベル 日常レベルでですね、えー、住民の熟議の中で自治を育むということ、まあ、これはあの杉並区長になられた岸本聡子さんがですね、えー、提唱されております、まあ、2000年代以降特に日本においても新自由主義を基調とする政策によってです、ね、この顧問といって共通財産がまあビジネスの対象になり、まあ、自由の名のもとに金融による統治を許してしまうことになったというような指摘があります、えー、命を支えるです、ね、水道事業までがまあ顧問 であるわけですけれども、これがまあ民営化されるということがえ世界でも起こっております。今、あの南米のいくつかの国でえこの民営化された水道事業え公営化に戻そうという動きが出ております。最後のページでございます。あ、このミミニシパリズムと書いてありますが、あのミュニシパリズムミュというふうな発音であの記述するケースもございます。で、このケアというですね配慮すること、関心を向けること、ケアを共にすることということをですね。 ま図書館が文化や教育というそういった政策の関わりの中で生活のレベルでですね市民の皆さんと育てていけないかということです。でこのケアの対策さというのは今回コロナ禍でですね特に顕在化したものと思います。いわゆるエッセンシャルワーカー と言われる仕事をなさっている医療、保険介護、保育、教育、衛生、食料、流通といった仕事ですね。これはある指揮者はですね、ライフメイキングシステム、命を育む仕組みであるというふうに指摘をしております。まあ、ところがこれはあの私自身も図書館の関連の人間として大きな反省があるのは、えー、まあ,あくまで養成レベルであるですね、えー、図書館の休館、 公共施設の休館ということについて、まあ、図書館もです、ね、休館という選択をしました、まあ、これはコロナ対策のです、ね、対策本部長が首長であるというケースの中で、まあ、ある種、職務命令というような要素もある中で、やむを得なかったというような要素もあったかもしれませんが、一方で長野県の飯田市立図書館はです、ね、一度も休館することなく開館を続けました。これについてはは元総務大臣の片山先生先もなぜ図書館は閉めたんだと えー、図書館というものはエッセンシャルな仕事なのではないか、まあ、そういう批判をなさっておりました、まあ、これについてはあの私も図書館に関わる人間としてまあ大きな反省をしているところです生きるための情報を提供するというこの図書館そして学校図書館もこの、えー、ライフメイキングシステムの一つではないかと思います国際人権規約 B 規約の19条には表現の自由ということが挙げられています 皆さんご存じのように表現の自由というのは我々知る自由というのがあって初めて表現ができるという観点があります公共図書館の存立基盤というのはこの国際人権規約の B19 条に非常に親和性があるというふうに言われております、まあ、これからの図書館というものを考えるときにやはり私たちの命を支えるそういったですね、えー、エッセンシャルワークであるという観点でですね考えていきたいと思います 最後に、えー、政策は商品だと叫んだ、えー、地方自治体の主張がいました、えー、そうすると市民というのはです、ね、行政政策の消費者になるのかという見方も出てしまいますこれでますます,です、ね、消費者的な思考が進み当事者意識というのがしぼんでしまいます、まあ、大切な物事、まあ、これを顧問として生かし守るのは自治であります ミニシパリズムによる重層的な民主主義地方自治を実現させていくためにまあ、図書館っていうのはですね、情報提供ではなく人々の交流を持むそこでの自治を成立させる必要な社会装置ではないかというふうに思います私からの話は以上でございますご清聴ありがとうございましたはいありがとうございます、えー、さすがお二方のたまりにたまったものがあるんでね時間を大きくしてて <laughs> 私の時間なくなっちゃったんですけどね <laughs> あの私からはごくごく簡単にあのお手元のこういうあのカラー刷りの資料をもタタタとに先ほどあの活字文化議員連盟の劉事務局長さんからあの説明があったように6月15日にえ活字文化議員連盟学校図書館議員連盟の合同総会 の方でえー、私はこの勝地文化議員連盟の公共図書館プロジェクトの事務局長をやってたもんですからあの、えー、要望書っていうのをまとめさせていただいて手渡しさせてこの場で、えー、学校図書館議員連盟と勝地文化議員連盟で、えー、要望書をもとに議決をしていただきました。 その議決書はこの緑色の紙の皆さんのお手元に配られてますのでこれは後で時間があるときに読んでいただければいいさ先ほど劉事務局長からお話があったとおりで、まあ、特に人材の問題、えー、職員の待遇の問題と指定管理の問題中心に、えー、掘,り掘り下げて、えー、議決していただいてます。まあ、それを 議決をもとにあのさっきもお話がありましたように公共図書館評価指標に関する協力者会議っていうのが具体的に動き出すっていうことでどういう議論になるか私も期待しています。で最初に私言いましたように僕はあの特に図書館の専門家というよりは僕が図書館にこう関わり始めたのは12年ぐらい前です。 でそれまではあの編集工学研究所っていう松岡聖吾さんのやってるところでえシステム開発だとか地域おこしとかまあ例えばえ東京ディズニーランドの2030年計画を立てるだとかもうあの議員さんとかほとんどあもうみんないなくなっちゃったのかな <laughs>。 自民党さんと民主党さんの一部で新党を立ち上げるっていう話があってその設立首位書の原案を書かされたりとかそんな仕事をバリバリやってまして図書館全く関わってなかったで12年ぐらい前に、まあのれん分けっていう形で独立して最初に関わったのはこの写真にあります幕別町図書館になりますでめくっていただくとまあ幕別町図書館ってちょっと変わった館長さんって自分のことを店長だっていう。 サービス業なんだから図書館の館長とか威張ってる場合じゃなくて店長だろうとでいくつかの疑問があるって言って相談にたまたま見えてで関わり始めて図書館の持っている空間の力と人材の力と本棚の力を生かして情報編集センターとしての図書館に図書館を変えていかなきゃ見方を変えていかないからダメなんじゃないかと言って図書館改革に関わり始めたのが僕が初めて。 かかりましたでそうやって図書館に関わり始めるともうおかしいことだらけでなんで日本の図書館ってこんなおかしいことが野放しになってるんだろうとその最も最初に僕おかしいと思ったのはマークなんですね。国立国立会図書館ってもう電算化していくんでそこに入れる本のデータですね著者名だとか目まあ目次があれば目次のデータとか。 ああ出版社とかそういういやつですね国立国会図書館からタダで使えるのに年間幕別町図書館なんて資料購入費700万ぐらいしかないのに180万と払ってるんですよね。なんじゃいそれやとおかしいんじゃねえかと。でいろいろ疑問に持ち出したらもっとおかしいことがあって図書館の目の前に書店があるのにそこから本を買ってないんですね。東京の専門業者から本が入ってきて。 に発注しててて入ってきてなのになぜか地元の書店組合2点あるんですけどねそこになんか毎月お小遣いみたいなお金が振り込まれて書店さん何もやっていないで書店さんに話に聞くともう2代目になってて古い書店さんが「自分もよくわかんない」と「お小遣いが来るからもらってるけども」と <laughs>「これどういうことなの?で」もって。 司書さんんが選手してないんです、ね、月額いくらってその専門業者に登録したら毎月割った金額で本が勝手に送られてくるのねえっってこれどういうサービスで毎月毎月その本届いた本見てますから図書館にかかってるんでねだえってなんでこんな同じような出版社ばっかり入ってくるのって数か月後に噂を聞くとどこそこの出版社危ないらしいよ ってていいう噂を聞いてえそこの本ばっかりなんで入ってくるのでいろ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 話を聞いたらどうもバックマージンっていうのがあって業者さんは儲かる本を図書館に突っ込んでくるらしいとで図書館はそれを嬉しがって受け入れているだけであるとでさっきの地元の本屋さんにあ、えー、と地元の組合を通してるのは三重市 名義貸しと言ってただ名義を貸してるだけで伝票が通るだけで地元の本屋さんは何もしてないでそれって町民とか市民を騙してるだけであって地元の本屋から買ってますよっていう話をして実は東京の業者に丸投げになってなんじゃいそりゃと。でなんで地元の本屋から買わないのって言って地元の本屋さんのとこ行ったらふざけんなと。 お前ら装備ただって言ううだろうと装備にいくらかかると思ってんだとだいたい1,000円の本買うと本屋さんの取り分って210円とかそんなもんですから今装備1冊300円ぐらいかかりますからね人件費高くなってるんで当時は250円とかそんなもんかかってましたそんなもん赤字でできるわけねえじゃねえかって言われてこれは何か何かが狂ってると思って。 でその地元の本屋さんと一生懸命まず組合を解消し地元の本屋さんから買うようにしバカみたいに高いマークはやめでえ何をしたかっていうとまず装備は地元の福祉施設でやってもらうことにしてそうなんとか一冊50円まで襲われられてで最初の頃は福祉課が出してくれました幕別町のね。 で後にこれちゃんと図書館の予算に載せなきゃダメだって言って図書館の予算に載せてでそうやってモデルを作って今まで東京の業者に年間700何万全部持っていかれてたのを地元の本屋さんに回しで福祉施設で装備をやることで福祉施設にも雇用を回すようにして小さな小さな経済モデルを町の中で動かすようにしました。 それがこの,あの新聞記事であってその下がこれ図書館の司書が福祉施設の、まあ、いわゆる発達障害って言われてる人たちに、えー、装備を教えてると装備っていうのはフィルムコートとかシールを貼ったりです。で次の写真にありますようにこういう一軒家でちゃぶ台を囲んでみんなで細々装備の作業をやってたんですけども。 まあこれに自信をつけて福祉施設の若い代表が国に申請書を出してそれが通ってこんな立派な福祉施設を作ってしたですね。でその次のページかな装備の工房まで作って今十勝管内の図書館あっちこっちから依頼を受けてで福祉施設も1箇所だけじゃなくて2箇所3箇所に増えて十勝全体の装備を 賄うようになってきましたさらに幕別町では装備やってた自信をつけたあの発達障害って言われてた女の子が2人普通に普通の企業に面接を受けて普通に通ってそれまでは B 型作業所ですから1日座ってるだけで何0円かなんかお金業政のお金で賄われてたんですけど今納税者ですよ2人。 でこれってまさにインキュベーションシステムだよねしかも雇用障害者の雇用処世になっているでその時に我々が言い出したのはこのソーシャルイノベーション図書館それこそがソーシャルイノベーションではないかとより良い社会のために新しい仕組みを生み出し変化をき引き起こすそのアイデアと実践とソーシャルイノベーションが多く実践されることによって本当の意味での 持続可能なななみみんながみんががを支えるる社会が実現するこれは日本財団さんの定義ですけどこのみんながみんなを支える持続可能な社会づくりに図書館の運営そのものが貢献できるんじゃないかとその時に思ったのが次のページですねある本の帯の裏ですけど「今だけ金だけ自分だけ図書館祭だけよければいいんですか?」 図書館はそうやって装備をただにして押し付けて、これ労働搾取ですよね、はっきり言って。で、東京の業者に丸投げして、自分たちは儲かったと、あの予算を削減して良かった良かった。それって今だけ金だけ自分だけになってません。だから僕よくこの話、今だけ金だけ図書館だけでいいんですかって言うと。 大体いい図書館界の人は嫌な顔をして <laughs> 睨みつけてくるんですけどね <laughs>。っていうことをずっと言い続けてきました。だ結局住民と図書館と書店が一緒になることによって読書文化を守るだけじゃなくてそれが地方創生新しい経済をつくることソーシャルイノベーションを生み出すことにもなるのではないかと。そういうい意味ではこの次の次 トンチ教が想定する第1世,世代は GHQ の指導で始まった日本の図書館の歴史第2世代はさっき島田さんの話にまたえ63年の中小リポートから70年の市民の図書館に引き継がれるまあいわゆる貸し出し重視とは言われるけどもまあ図書館を普及させるためにはある時期この時期必要だった話だと思うんですね。 それだけででははなく図書館への期待はもっと進んでるからそこで出てきたのが第三世代のいわゆる滞在型図書館蔦屋の図書館なんかそういう例ですけどでそうやってだんだん図書館が集客装置としてあるいは観光施設として注目されてきただけどもそれだけでいいのかとで僕らは第四世代としてまちづくりの中心になるだからさっきの島田さんがおっしゃったコモンズ 古文とかそういうのはこういう街づくりの中心になっていくな図書館っていうのがだんだん出てきてでさらに第5世代としてソーシャルイノベーション図書館自体がイノベーションを生み出す図書館自体がある経済モデルを生み出して地域の発展に寄与していくっていう段階まで今来てるんじゃないかと思って日本中で今図書館を作ってます。 なんで幕別町に始まってその次我々はもてぎ町でふみの森もてぎっていうのを作りました。栃木県ですね。でその後、高知県と愛媛県の県境、ゆす原町で雲の上の図書館っていうのを作りました。人口3,500人の町です。今週末2,000人訪れてます。人口3,500人の町に。でその後、シーバ村、もっと山奥にありました。高知と熊本の県境、 シーバソン図書館、えー「ブンブンブン」っていう図書館で今そこで新しい人口2500人面積は東京のあ東京23区とほぼ同じっていうところでこういう社会実験を進めていますまあそういう意味でただ今全国20カ所ぐらいでそういった新しい図書館作り作ってます大体僕が呼ばれる時は 基本計画が終わってたり、実施計画に差し掛かってたりっていう段階でよく呼ばれます。そういう時、自治体の中で誰かアラート出す人がいるんですね。いいのがこの計画は。で、呼ばれた時にはもう進んじゃってます。だその時にもう首長さんを口説け落とし、議会を口説け落とし、議員さん一人一人に当たりますから、僕らは。 でそうやって説得説得して大体ここでいう第二世代でいいじゃないかっていう空気で進んじゃってます。だけどもやっと首長さんを口説いて議会を口説いて第五世代に行こう第四世代から第五世代で目指そうっていう気温が高まった時でもネックになるのは人件費なんですね。なぜか人件費は渋る。つかない。 議会もうんと言わないで頼ってるのは地域おこし協力隊ですよなぜか準備で僕らは準備室には正職員少なくとも3人新しい図書館には正職員少なくとも3人非正規3人パートさん3人それは人口2,500人だろうと3,500人だろうと一緒っていうのをずっと言ってて。 梼原は,は人口3,500人だけど正職人3人つけてますなんだけど今どうしてもそこがつかない地域おこし協力隊1月の給料16万6,000円ですよ最低がそこは大体18万ぐらいですよ。師匠のしかもそれ師匠のリーダーの予算ですよが 標準になっっててしまってるさっきあの札幌市の例出ましたけどねあの新井さんの話く札幌市人気口200万72世紀の支所ゼロですよ。全部非正規支所職はね。っていうのが北海道ではスタンダードになっちゃってる。これ全国そうですよ。で指定管理はもっとひどかったですある。 宮崎県で相談を受けた図書館指定管理ですよ指定管理官で,、えー、で日本中で一番指定管理やってる会社の <laughs> 指定管理なんですけど、えー、早稲田出た経歴8年の男の子の師匠さん手取り月額12万ですよ。1年で辞めましたけどね結婚もできないって言って。 これが現状なんですよねなので今どんどん図書館は新しくなってますで第3世代第4世代第5世代まで来てますなんだけど一番ネックになってるのはこの、えー、人材の問題待遇の問題ですということで,であとはまあここに公共図書館のえっ、ー、と答申ですねあの 1 9年にその文字かつ議連の公共図書館プロジェクトで私事務局長をやらせていただいて答申をまとめましたでこの答申で詳しくまとめたものをもとにさっきの議連の議決を特に待遇問題と指定管理の問題に限って取り出したのが今回の議決になりますたただ最初僕マークの問題言いましたけど 僕はマークの問題もまだまだ強くてシステムが決まっちゃうと図書館は全部一気通貫で本の選書から納入からいっちゃうんですよと町の本屋さんが入れないそこにでなんで国立国会図書館のマークがただなのに使われないかというと地方のシステムがものすごいカスタマイズされてて本当は一発で入るはずなんだけど実はなかなかそこにシステムテクノニックも 多くてでシステムが決まっちゃうと地元の本屋さんは入札にも参加させてもらえないシステム扱えなかったりするんでっていう現状がありますでそうやってどんどん本屋さんはなくなり確かに本屋さんが潰れるのは図書館のせいではないんだけどただ僕が関わってる限りは大きいですモチベーションですね 地域の図書館にちゃんと本が納入できてるっていうことが本屋さんの実績になってますで僕はもう全国でいくつもの図書館東京の業者さん丸投げだったやつを地元の本屋さんに取り返すことによって息子さんが継ぐって言い出して復そしたらもうお父さん張り切っちゃって新しい店舗出しちゃったりしますからね。 それで潰れたらどうしようってドキドキしてるんですけどね <laughs>。ということもありますのでまだまだ図書館と地域の関係を見直すところはいっぱいあるのかなと。でそれが国からの法制度による何かが必要なのか下からの意識改革が必要なのかみたいなところが今回の提案のテーマになってくるのかなというんでこの前事前に3人でねあの それぞれぞの頭15分って言ってて言たんですけどね話のあと何の話しようかって Zoom で事前打ち合わせして1時間半ぐらい止まんなくてずっと話してたんだけど今日30分もないんですけど <laughs> さてどっから切り込みましょう人の問題からですかね。 まず一番切実に人の問題図書館と地域と人の問題に直面している新井さんの方からじゃあその人の問題を解決する処方箋みたいなのがあるんですかねそうですねあの僕のところの事務所が札幌市の隣の江別市という人口10万の都市にうちの事務所があるんですよそこの公共図書館の 図書館職員の時給が円なんですよで今日僕恵比寿駅前のサイゼリアでご飯食べたら時給が1,400円から1,600円ってくらくら来たんですけれどもその公共図書館ではリファレンスも含めて司書の総合的な仕事をやるわけですねそれで960円で誰も不思議に思わないんですね役所の人が。で議員も誰も不思議に思わないんです。 いや異常ですよっもうどっからですねえー、と理解をしていただいたらいいのかっていうのがわからないでは司書というものの業務を分かって何、えー、て言うんでしょう議会があるいは行政が執行されてるかっていったら絶対に分かってないですね、うん、そして、えー、今司書というのが、えー、学びの中でどういう役割を果たすか えー、そういったものについてですねあまりにも理解が及んでいないということがやっぱりその江別、ね、の時給が960円支出んのねで指定管理官が近くの980円なんでしょ ?960 円が980円になったらみんなそっち行くらせるんですよ20円の差で。指定管理の方がまだいい まだいいですよね。二十円の差ですからね。でもあの今北海道でも新しい図書館作ってて第五世代の図書館目指してるんで優秀な人材を集めなかったって巨京関係の方もいらっしゃるんだけど、多分千円にしたらいくらでも集まりますからね。<laughs> そうですね。だけどやっぱりね、うん、恵比寿駅前のサイゼリア千四百円だよって言ったらみんなやんな顔すると思うんですけどね。 それは行政サイドにしてもあの司書の仕事はその程度だって思ってるってことでしょそんなもんでいてさっきの月額12万早稲田出て8年のキャリアやって月額12万でいいって思ってるわけでしょっていうあたりの意識改革っていうのをどうやって起こしていくのか。 その辺島田さんどううですか、ね、はいもう非常に難しい問題であの、まあ、今のお話の流れですとやっぱりその図書館の専門職員という意識がやっぱり一般的にないということですよね。これはまああのよくまあ長く図書館界でも議論されてきたことで、まあ、外の,あの方から言われるのはやっぱり貸し出しをしあの図書館でピッピってやってる人でしょ。 まあ,あれぐらいだったら誰でもできるんではないのっていうふうにまああの言われることが多いわけですよね。しかしまああの貸し出しの状況を作るにはまあこんなことは時間をかけるってしゃべってもらうんですけどもまあ本を選び揃えですねあるいは相談業務にも応えるというさまざまな専門業務があるけれどもなかなかやっぱりそのあたりはですのであの図書館のこれまでの政策の進め方について あのやっぱり考えなきゃいちょっと人件費のことからあの人の問題から若干離れるんですけどあの手塚山大学の名誉教授の中川郁郎先生がです、ね、これまでの公共図書館は必要課題というものにあまりあの敏感になってなかったのではないかと要求課題には一生懸命答えて支持は得てきたけどもじゃあその人たちが住民の中のどれぐらいの割合かということですよね。あの日本図書館協会さんがつい最近あの国民全国民の中であの利用登録されている方が22.2%ですか、ね そういうふうな数字を出してくれましたけどもやっぱりその必要課題というその街の政策一人一人の人間にとって重要なことに図書館がどうコミットするかというまあそういうところから図書館あるいは図書館員の仕事というのを地道にまあ積み上げるというですねちょっとあの議論的には拡散しちゃうんですけどま,まずそのことを一点指摘したいと思います。図書館側の可視化っていう話それすすごくよくよわかるんですけど今日はあの実は実 デモクラ TV ってオンラインテレビ番組があってで僕そこまあレギュラーみたいな形で毎月出てるんですけどそこの方が今日ちょっとカメラで撮っていただいててでそのデモクラ TV で出演してる時に労働問題の専門家ですよものすごく詳しく調べてらっしゃってジャーナリストの方なんですけどね。 でその人に今の図書館のこんなひどいことになってこんな問題があるっていうと図書館はマシよって言われるんです、ね、これ結構いろんなところで言われます。いやいや太田さんそれ図書館だけじゃないかって図書館はまだましよってただいろんな数字をね島田さんから教えてもらったりするとましじゃないんですけどね決してね。そうででですすねこれもももの,の調査ですけどもあの会見年度職員で最も あの比率が高いのが図書館で73.3%その次が給食調理員の方で69.8%保育所の方が56.9%ということで非常に比率が高いじゃあなんでそういうふうに見えてしまっているのかですよねだ地方行くとよくね特に保守系の首長さんのところ行くと図書館計画全然進まなくてねで市民の会図書館を作る市民の会とかって呼ばれて僕が講演したりなんかして で選挙があって首長さん変わると一気に図書館計画動き出したらねなんかぶっちゃけた話図書館にかかってるっていうか本を読んでるようなやつは赤だみたいな空気がいまだにあったりね <laughs> だかなんか図書館が引きずってるそういうイメージだとか重たさでそれ僕図書館側にもすごく問題があるとは思ってるんですよね。 今日この会場一番たくさん見えてるのは出版社の方々です出版関係の人でこの課題この題でテーマでこの内容で図書館界の人はその半分なんですまあ僕それ聞いた時ああやっぱそこだよなってっなんか図書館の 人ってその辺こう引っ込み思案というか内弁慶というかで特にこうやって議員さんが来るとか国議連が動くとか国ナショナルライブラリーで今回なかなかその話する時間ないと思うんだけども県立図書館と都道府県立図書館の責任役割今石川県立図書館すごいあの話題になってますけどすごい図書館。 でも金沢市は資料購入費1億円持ってますからねいい図書館5つありますからねその金沢にあんなすごい図書館もう一ついるんですかだったら能登に作るべきじゃないですかとかのと図書館ないいい町もいっぱいありますよそこに予算つけるべきじゃないんですかみたいなことを言うと嫌がられるんですけども <laughs>。とかとかも含めて話したいことはいっぱいあるんだけどもやっぱりその図書館側も。 でそうやって国県・自治体の関係を再整備とかっていうとずーっと言われてきた図書館の自由僕ははっきり言っちゃうとそれを隠れ身のにししているとしか見思えないんですけどねだったらさっき言ったように図書館の自由っていうんだったら民間資本からの自由もあるべきでしょ業者の儲かる本ダラダラ買ってて何が自由なんですかって。 っていう声に対して言いたいんですけどね。というところもあります。だからその辺長く長く図書館の王道を走ってこられた島田さん、僕が言うよりは説得力があると思うんで。 はい、あの太田さんのおっしゃることも非常によくわかりますそれで、まああのえー、まあ戦前からの社会教育の進め方と、まあ、戦後の,あの社会教育法ができるプロセス図書館法ができるプロセス、まあ、これは GHQ が図書館の方にかなりあの指導があったということで違う道を進んでいたんですけど、まあ、途中で社会教育自体がもっとですね柔軟に対応になってきたという経過があったわけなんですけど図書館の方がなかなかそちらにこう混ざろうとしなかったというか、まあ、これも私自身もそうなんですけどまあ 逆にあの公民館の領域も別に図書館に近づいてくれたというと、まあ、そうではないんですけども、まあ、あのそういったことをあの言ってもあのしょうがないのでいかにその政策的な有効性をこう。あの 全方位的に図書館がやっていいくかととうことなんですよね。で、先ほどあの財源の問題もあって確かに地方財政あの逼迫して厳しいあの普遍的な話はできないんですけども図書館に理解のあるあの首長さんがいる自治体ではですねあの一般財源に対しあ、一般会計に対して図書館費1%に限りなく近づくんですよね例えばあの有名な浦安市立図書館大体年間600億円ぐらいの一般会計ですけどもあ今ちょっと下がりましたけど大体6億円 ぐらいい図書館費計上してまあ1近いとでそうするとかなり活発な活動ができるんですがまあそこまでいかないわけなんですねでも私がいたちあの小さな実態ですけど、まあ、市長が非常にですねあの図書館というものを重要視していてまあ1%のまではいきませんけど、まあ、そうなるとですねやはりあの、まあ、程度の問題というふうに言われるかもしれませんけども人の問題も正規の比率がやっぱり上がりますしあの今先ほどご覧いただいたあの正規の師匠師匠法っていうのはもう3割切ってる24% とかですけど、あのやっぱりいいところではですね、あの六割、7割っていうふうになる。で、これがまあ自治体の個別の財政状況っていうふうなところはまあ、あの現実あるんですけども、やっぱり政策的に高く評価されていないからそれだけ財源が割かれないということがあるわけですよね。そういう視点で図書館員がどういうふうに図書館の仕事をしていくかというときに、自治体の仕事として図書館の仕事というのを考えてあんまりいないという批判がこれあの行政職員から図書館に目覚めて図書館員 になった複数の人から出ていますこれ私実は去年の夏インタビューしたんですけども あの例えば「ダイブラリー・オブ・ザ・イヤー」で賞を取ってるような図書館の館長をした人って実はあの行政職員だった人っていうことが多いんですけどまあご自分で図書館に目覚めて資格を自分で誰からも頼まれないのに自分で取ったりするんですけどまあそういう方は図書館を高く評価してるんですね。しかしまあこれまでの図書館員っていうのはどうしてもそのあのそれ自分たちが持っているですねポテンシャルとかそういうのを十分に自分たちでプロデュースして政策としてですね高めていくということがどうしてもよかったのでやっぱそこをですねなんとかやっ,ぱやってきてって まあそのことと自由ということはですねこれはまあのあの ユネシコ公共図書館宣言を解くまでもなくあの非常に重要な価値ですし、まあ、そのことを守るということとだからその例えば国の政策と,とか国の皆さんと例えば意見交換するということが、まあ、直ちにその権力にすり寄るとかそういう問題ではなくてやっぱり今こういう状況の中でみんなで考えていくという時にどなたとでも対話をして手を結んでいくということがないとこれはなかなかうまくいかないんだろうなというのがまあ総論的な話なんです思います。 新井さんみたいにまあそれこそ地べたにはいつくばって図書館を支えている方から見た図書館員のスキルというかそうですねスキルというよりも感度でしょうかね今日僕ね出版社さん多いのはわかるんですよ今ですね日本の児童書というのは おそらく世界トップレベルですし日本の出版の歴史の中で今現状を日本の児童書というのは歴史上ないぐらい充充実実ししてていいます。尋常じゃないぐらいラインナップが充実してるんですよで。それだけのものを作りながらユーザーまで行ってないユーザーが平等に享受できてるかっていったらそうなってないんですねではどこにボトルネックがあるかというと感度の低い学びに対する感度の低いどっかのセクションなんです ですのでそこら辺のところですね棚卸ししていく必要はあるなというふうに思います出版社さんは歯がゆいと思います世界トップレベルの児童書の充実したラインナップを出しておきながらそれが十分に国民のあるいは児童の学びに役立っていない状況が生じている特にまあ先ほど私北海道の現状を話しましたけど北海道において行き届いていないんですねそういったことをやっぱり感じますね この間あの話した時にね新井さんがまああの町の本屋さんおやじは 20, 20年選手だとそしたら学校師匠よりも学校の図書館のことをよく分かっているとそういう存在がどんどん消えていくまあ学校師匠は長くいる人いるんで学校の先生よりも、ね、知らない学校の先生は3年ぐらいで変わっていく23年,年で変わっていく その町の読書文化あるいは情報環境を担ってきたその20年選手の町の本屋の親父まあおばはんもいるけどはがいなくなっていく現状はどうなんですかもうその町はどうなっちゃうんですか そうですねあの本屋さんがなくなったら本買う文化というのがなくなりますけど本というのは一義的には商品ですのでのすねあの無料で多くの人に読んでもらうという前提で作られているわけではない一義的には商品ですまず買うところから始まってそれの利用の一つとして公共図書館があるこれは世界どこでもそうです。 あの最初から図書館だけに入れるための本を作っている国っていうのはないです一義的には商品ですですんで書店というものが機能してない販売というところが機能してないと出版というのが文化だけでなくて機構としてそもそもそそシステムとして成り立たないんですねでそこら辺のバランスを取ってきたはずなんですよ江戸時代辺りからところがもう今大きく崩れてしまってえーそうなってくると今度地域に本を買う文化がなくなるもう 僕はそれは現地に行ってよく聞きます本屋さんなくなってから本買うことなくなったわって、ね、これは結構大きな問題なんですよ本買う文化がなくなるっていうのは日本にとってものすごい大きな問題なんですまあ去年ちょっと立ち上がりましたけどねその辺でプロジェクトが立ち上がりましたけども人とそれからこの本に関していずれにしてもやっぱり意識感覚の問題だと思います、うん、あのさっき島田さんがちらっとおっしゃったその行政自体が図書館員的なスキルを抱え込む こととの利益をもっと考えるべきだとで、その話聞いて僕思うのは僕はあの放送局関係のしらいいっぱいいるんで,でみんなに言われるんですけど今日本中の NHKNHK とかね「NHK スペシャル」から「チコちゃんに叱られる」までねあらゆる放送局が今リサーチャー不足で悩んでます。 太田さん図書館やってるんだからリサーチャー紹介してくださいよってみんなに言われるで図書館員司書ってリサーチャーなんですよねでこれどこの企業も今リサーチャーがものすごく大事になってますだからもしかしたら僕は図書館員も図書館を出てそのリサーチャーとしてのスキルを磨いてもっともっと世に出ていくべきじゃないかなとでもし本当に司書で食えないんだったら副業として 週3日は図書館週3日は放送局のリサーチャーでそれで十分食えると思うんですけどねだそれぐらい僕は師匠の資格技能を見直して社会基盤として考え直した方がいいんじゃないかそれが実は僕は国力になるんじゃないかなと思ってます。 また国力とかいうと、叱られますけどね。はい、図書館のいろいろうるさい人たちには。いや、おっしゃる通りだと思います。あの国力っていうところから、じゃ、あの自治体力っていうふうに、ちょっとあの。ダウンサージングしますと、これはあの私の知り合いでですね。一般行政職で、まあ、あの官房系を渡り歩いた。ある方がですね、図書館にたまたま、図書館を新設するということで、あの命令が下って。 嫌だなと思いながら図書館に来たんですけど図書館ってやっぱりすごいって思い始めるわけなんですね自分で勉強してやっぱり行政職員の方に図書館ってやっぱり知られてないっていうのは圧倒的に私も今回思ったんですけどそれでその方が言うにはですね図書館にだけ師匠を置いとくんじゃなくてえ希望する行政職員にえ自治体がですね100%師匠を取るお金を補助してですねであの師匠の資格を取ってもらって何年か図書館に勤めてもらうと。 でこの人はプロパータという人はまあ図書館にずっと置くんだけども基本的にあのみんなこう回っていく図書館のそのリサーチ力ですとか、えー、なんていうんでしょうかね政策的に全方位的にいろんな資料情報がです、ね、子どもからお年寄りまで役に立つそういう場面を実際目にした行政職員が例えば企画家で水道家で、えー、住宅で人権でいろんなところでですね図書館的なセンスで住民と接するということが自治体の政策形成能力と執行能力を表 あげるとなのでその方今もくろんでるのはですねあのそういう形で、えー、できるだけ多くの行政職員が秘書資格を持って図書館的なんです、ねまあ、図書館という言い方がどうなのかというのもありますけれども、まあ、そういう何て言うんでしょうかねあの自分たちで調べて考えて批判して疑って、えー、そして話し合いながら政策を練るという集団を作っていきたいということを言ってましてこれは本当に私も目からうろこでした。ということでま,まずはその。 師匠のの待遇の問題について話しけどもうあと7分ぐらいしかないんで、えー、っともう本当最後皆さんの一人一人のまとめに入っていかなきゃいけないような時間なんですけどもまあ今日せっかく文部科学省の方もいらっしゃってますんでそのじゃあこのあとまあ指定管理の話もありますけどもあの国の制度としてこの先ね何を 望まれでそれの受け皿として図書館があるいは学校図書館地域は何をしていくべきなのかそこをお二人にそれぞれお聞きしたいかなと思います。えっと、今日私はあのこういったものに関する意識と認識について言及させていただきましたけども。 2000年に EU が成長戦略を出してます。あの教育の成長戦略なくて EU としての成長戦略で全部障害学習をベースに作っています。で3年前ですか4年前出したが官邸で「日本のの成長戦略結構分厚いのを出しましまた障害学習」っていう文字は一つもないどころか教育もなければ図書もなければ図書館もない読書もないそういった文字が 一つもなない成長戦略なんですやっぱりちょっと唖然とします、えー、先進国の中ではかなり異質なことなんじゃない、まあ、先進国全ての成長戦略見たわけではないんですけれどもかなり異質だな学びに関する障害学習に関する感度認識というのが日本はかなり異様だなというふうには感じています。 ですから制度設計ですとか意思決定というのがすべてそこから発してるかと思うと結構怖い部分があります、はいあの。知識基盤社会に世界はもうとっくにパラダイムチェンジを起こしてるパラダイムシフトを起こしてるのに日本はどこかおかしなことになって周回遅れになっている。島田さん。 えーと今のお尋ねから少し外れたところのアプローチになるんですけどもあの読書という言葉をです、ね、あのウキペディアで調べると日本版はです、ね、本を読むこととこうシンプルに書いてあるんですけども例えば英語圏とか中国語ですと、えー、文字や記号絵図などで表現された表現物を読み解くことってこうなってるんですね。 でこれは実は実私の図書館経験からもあ,のあるんですけどもあの図書館というのは本をあの好きな人が行くところ文学が好きな人が行くところ学生が勉強に行くところそういうイメージがいまだにやっぱり強いんですよね。でその何、まあ、て言うんでしょうかじゃあ,あのリーディングっていうふうに言いましょうとかそういうことではないんですけどもあの私たちが何かこう知識を得るということの,その豊かさっていうんでしょうかね生きる上で必要なことっていうのを。 えーまあ、どんなふうにです、ね、私たちが学び合うかというときに文部科学省さんにおかれるその図書館推進の中であの政策の中で,です、ねまあ、あの読書活動という言葉はもちろん重要なんですがあのもう少しこの豊かな広がりというものをです、ね、あのいろいろな審議会を通して とを通してです、ね、あの国民の皆さんと対応していただくような機会をあの作っていただければななどと思います。でこれはの図書館法ができるプロセスを見ますとあの図書館会としては一生懸命あの義務設置を訴えたわけですが結果あのこれはあの任設置自治事務となったとでこれについては積極的な評価というのは後から出てきてやはりそれを必要と考える住民が声を上げて住民とともにです、ね、自治体が一緒にそれを作り上げる、まあ、これこそ自治。 であるとまあ、そういう観点から言うと、私は日本の図書館法というのは非常に素晴らしいと思っていまして、それを実現するための政策や、必要な財政措置ですね。これはの法律でこうしろではなくて、奨励するという意味での財政措置、まあ、これは具体的に何かということを言い出すときりがないんですが、そういったことについて、今も切羽やっていただいていると思うんですけど、またこれあのからもよろしくお願いしたいと思っております。以上ですあの僕も図書館法ってすごくよくできてて、日本の。 あの通りの図書館作ったらいい図書館になるはずなんですけどね。誰が法律を守らなくていいって言ったんでしょうかね。であの指定管理の問題で一つ、今までは指定管理でニット協さんも日本図書館協会さんも都門健さんとか都ともれんさんとかね、皆さん指定管理は図書館には馴染まないとかそぐわないっていう言い方をして否定してきました。 ただ、具体的な話があんまりなくて、なじまない、そぐわないってずっと言ってきたんですけど、この前、たまたま僕、フェイスブックであの島田さんの,あの上げてらっしゃるのを見て、指定管理って予算が決まってるわけですよね。で、やることが仕様で決まっている。その中で、だいたい、まあ、五千人以下でも、図書館予算って年間一億円ぐらいになりますよ。その中には、あれが入ってるわけでしょ、消費税は。 でだいたいどこの企業さんも管理費10%乗せますよ。1億円の 10%10% 10は2000万ですよ。少なくとも2000万はサービス低下してるんですよねこれねでさっき言ったようにマークの問題とか細かい問題を一個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 ,一個解決していくと、だいたい1000万ぐらいは地域の循環経済作れるんですよ。ってことは3000万 不意にしてるんですよねだから具体的から数字から言っても僕は指定管理っていうのは相当無理がないあるんじゃないのかなってその時僕目から鱗が落ちてあそ,うそういう視点でなかったなとだから結局僕の今日ペーパーでさっき喋れなかったんですけどここにレジリンスっていうのを書いてますだから僕はこれからの新井さんの言う知識基盤社会でも 島津さんの言う顧問にしても結局は地域のレジリエンスこれ回復力とか復元力とか弾力性とかもともと環境系の言葉とか精神病とかでも使われるんですけど折れにくさ壊れ,なく壊れにくさ回復力そういうものを地域がこれから持続可能な社会に変えていくためにレジリエンスを高めていくには 図書館っていうのが地域で果たすべき役割っていうのはまだまだあると思ってます。で、そういう意味ではその下ですね。これ変な写真載ってますけど <laughs> これ、いつもあの講演の時使ってるんですよね？あの幕、別町幕別町じゃない？えっと梼原の雲の上の図書館やった時に毎日泊まってた。雲の上のホテルっていうのの朝ごはんなんですけどね。今日本中の図書館って。これは朝ごはんとしては完璧でしょ。 だけど今図書館行政だとか図書館問題とかで議論してるのはかまぼこはいらないんじゃないかとかねおかずは十分だからもうのりはいらないんじゃないとかとかね味噌汁の味噌ちょっと減らしてもいいんじゃないかなとかね具が多いんじゃないかとかねそんなことばっかり話してんですよ。だけどこれ見ると卵半分に切って1個ひっくり返したらハートになるんですよね。 時間かかってないですもこれを差し出した時のお客さんの反応ってものすごいわーってハートになってるってこれアイちゃんっていう人が作ってくれるんですけどねもうお客さんみんなアイちゃんとハグハグしてねで僕はこれ全国でこの話ばっかりして歩くんで今アイちゃん有名人になっちゃってみんなアイちゃん訪ねてここ行くんで大変なことになってますけど。 でもこれから図書館の行政図書館業者あるいは地域の中の図書館を考えるときにこういう発想おかずを減らすとかかまこはいらないとかのりは余計だとか炭水化物でいいのかとかもうひどい時にはこれ養殖もあるよみたいなね <laughs> そんな話ばっかりじゃなくてちょっとしたことを変えるだけでほんの一手間。 変えるだけでガラッと変えることっていくらでもあると思うこの一つ一つの積み上げで変えていくしかないのかなと思ってます地域はねもちろん行政の上からの変化も指導も指導っていうのがねやっぱりあの法律の方から落としていくいろんな政策も必要だとは思いますけどぜひ自治体の方図書館あるいは出版社の皆さん 書店の皆さんも一つ一つこのひと手間を惜しまないで同じ場で会話をしながら日本の読書環境なのか情報環境なのかじゃなくて日本の未来を支えていくために図書館を考えてほしいなと思ってます。ということで大体定段の時間になりました。